なんか日本シリーズでは本来の勝負強さもまた出てきそうしますので、柳田あたりがこう鍵に来るんじゃないかなと思いますけどね。最後の一戦で勝てたっていうのは、これは選手たちにとってすごく大きな自信になったと思いますし、チーム力っていうのはこれ一気に上がったんじゃないかなと思いますね。僕はやはりと思いますので、パ・リーグのシリーズから振り返っていただければとは思うんですけど、まあ、ソフトバンク対日本ハムっていうところで、まあ、展開的には3勝0敗っていうところで、まあ、ソフトバンクの圧勝っていうような形になったっていうところは結果としては見て取れるかなとは思うんですけど、このシリーズ振り返ってみて荒木さんの目線から見てどうでしょうか。 CS のファーストの1試合目の方からロッテの時の戦い方から、勢いを持って福岡に乗り込んだので、もう少しこうなんだろう、ファイターズの方がこう頑張れていったなという感じだったんだけども、ちょうどもう何て言うんだろう、今までの経験というものが、やはりソフトバンクの方に大きくあったと思うので、なんかこう大人のチームとただ若い選手たちの勢いで戦ったファイターズというような戦い方になってしまったかなという感じですね。その戦力差以上にその経験値の差みたいなところがこう如実に結果に反映されたんじゃなかろうかっていうところですかね。うん、やっぱり経験っていうのがやっぱりこういう大勝負というのに出てしまうのかなっていうのがすごく見られた試合だったんですね。まあ1試合ずつ簡単に振り返ってもらえればとは思うんですが、まあ1試合目、まあ伊藤大海投手がまあ、ファーストステージではなくファイナルステージの1試合目に合わせて登板してっていうところで、結果的にはこの試合もまあちょっと試合を作れずっていうところにはなってしまったのかなとは思うんですけど、この試合に関していかがだったでしょうか。シーズン中の粘りを出すことができないまま伊藤大海は、もう打ち込まれてしまったような、まあ、当然ファーストステージに投げないで温存という形で来てるので、ものすごいプレッシャーの中でプレッシャーと、やはり自分はここに合わせてやってきたんだ、勝たなければいけないんだという思いを持ってのバウンドだったと思うんですけれども、なんかそれがこう空回りではないけれども、やっぱりそれもやっぱり一つの重圧としてかかってしまったのかなという感じですかね。シーズン中にとはちょっと違った伊藤大海の姿が見られた、登板でしたね。まあ、日本ハムの打線でいうと前澤選手がトップバッターで起用されたりとかっていうところがまあ注目されたポイントかなとは思うんですけど、このあたりのまあ意図だったりとか結果みたいなところをどのようにこう捉えてらっしゃいましたか。まあ、新庄監督らしいというか、ここまで変えるのっていうような、変える必要ないでしょっていうような感じで僕らは見てるんだけども、やっぱりこう毎試合毎試合こういろんな試みをして選手にこう刺激を与えていった起用なのかなというふうに思いましたけど、中軸がしっかりしてるので、清宮、レイエスとこの辺り、万波、その3人が今はファイターズにとってのこう肝になってきているので、その周りをどう作っていくかっていうのがものすごく大事な、こう打線の組み方だと思うんですけど、そういう中で、まあ、今いろんなチョイスをしながらというところですかね。まあ、対するソフトバンクに関して言うと、まあ、全員にこうまんべんなく初戦から当たりが出るような形にはなっていたのかなとは思うんですけど、ソフトバンク打線振り返ってみていかがでしょうか。やはり、安定感というか強力打線ですね。山川を中心に怪我明けの柳田と近藤がそこにどう入っていくかというか、柳田の方はまだまだもう少し時間かかるかなという出来ですけれども、もう一人の方の近藤なんかはこう怪我明けというのは全く感じさせないような、本当に天才的なバッティングっていうのは初戦からしっかりできていた。それで山川はいつも通りの長打力を発揮するっていうのがあって、非常にこうなんだろう、軸、まあファイターズもそうですけども、こうやってホークスの方は完全に軸がしっかりしてて、その周りもしっかりこう機能できたかなというふうに思いますかね。だからそこに若い選手がこううまくこう合わさってるっていうのが、ものすごくこうホークスには目立ってましたよね。まあ、やっぱりこう経験値がそういったところで打線の面ではこうなのかな。だから最初にそういう経験値の話を しましたけど、両極端なチームだと思うんですね、この2つっていうのは。ファイターズの方はこう新庄監督が日替わりのように打順をいじくりながら刺激を与えながら、レギュラーっていうのはまだこれできてないんでっていうメッセージを送りながら、でホークスの方はもう固定、ほぼ固定でレギュラー陣がしっかりこうシーズンを通してもってきてるチームだと思うので、ただそういうものっていうものが一つ一つのこう積み重ねができてるのがホークスで、ファイターズの方はまだまだこう刺激与えながらこうなんていうの、これから伸びていくっていうようなチームだったと思うんですけど、ね、
まあ、そういったところが、まあ、2戦目3戦目とこういろんな打順を使いながらっていうところがこう新庄監督と刺激みたいなところに当たるっていうところです、ね、そうですね。あまりいい言い方じゃないんだけど、そこまでいじらなくてもいいでしょうぐらいの感じでこういろんなこうバリエーションを与えている。で選手たちもそれにこう準備をして、もう今まで新庄監督に育て上げられてきている選手たちなので、そういう準備もしっかりしてゲームに臨んでるかなという感じですかね。まあ、続いて2試合目でいうと、まあ、ソフトバンクでいうと、まあ、ダウンズ選手が1番で起用されて、まあ、3戦目まで含めてすごく活躍したのかなっていうところと、まあ、対する日本ハムでいうと、まあ、万波選手、清宮選手っていうところが1、2番に起用されてっていうところが、またあの今あの荒木さんがおっしゃってた刺激みたいなところに当たる部分かなとは思うんですけど、この2試合目に関して振り返ってみるといかがでしょうか。まあ、2試合目はね、あの、まあ、ファイターズのこの試合絶対落とせないんだというところ、1番からこう、相手にプレッシャーをかけられる打球を組んできて、まあ、万波、清宮、マルティネス、レイエスともどんどんこういあの、強力なバッターを揃えていって、相手にプレッシャーをかけて、でその中でもちゃんとこう先制していいムードになったところで、こうやっぱり、まあ、これも力の差なのかもしれないけども、オークスが慌てず自分たちの野球というもので、あのいい流れをこう自分のチームに引っ張っていったという形ができた。今回のこのファイナルの戦い方を見ていると、なんかシーズン中以上になんかホークスのこう強さというか、自力のなんか強さみたいなものがこう出たかなという感じですかね。まあ、シーズン中からその勝率だったりとかっていうところでも抜きに出る部分はあったけども、それ以上の強さが感じられたっていうところなんですかね。そうですね。だから、シーズンの終盤からはファイターズが完全にホークスを圧倒していて、シーズン終了に入っていったので、もう少しこうなんだろう、この2つが対戦した時というのは力以上にファイターズの方のなんか今までやってきた自信みたいなもので、結構こう上回っていくかなという感じで見てたんですけど、だからそれを完全にこう覆すだけの経験値だったり、今まで積み重ねてきたあのクライマックスの短期決戦の戦い方とか、そういうのをこう熟知しているのがホークスっていうようなものが、なんかものすごくこう出てしまったような感じがしましたね。まあ、日本ハムの先発でいうと加藤投手が先発しましたけど、加藤投手の出来っていうところに関してはどうでしたか。前回っていうかファーストステージの時にいい内容を出しながら結局勝ち切ることができなかったので、その思いを持ってるマウンドだった分、すごくこう丁寧さと、だからしっかりこうやるっていうものがすごく出せたところだと思うんですけれども、やっぱりポイントポイントでやっぱりしっかり攻略された。自分自身がシーズン中にやってたピッチングよりはちょっとこうなんだろう、甘さが出てしまったっていうのがあったかもしれないですね。まあ、そういったところでいうと、まあ、ソフトバンク打線の厚みっていうところがそのプレッシャーにもつながったのかなっていうところですね。だからまあいきなりね、近藤に打たれたところとか、そういうのを見ると力の差以上な何かそういうものが働いたような感じがしますね。まあ、球場 のファンの方の、背中を押してもらった力っていうものも当然大きいと思うんですけど、そういうものっていうのはやっぱりアドバンテージとして出てしまったかなという感じですかね。でまあ、あと3試合目に関して言うと、まあ、これもまた日本ハムでいうと打順が打って変わって、マルティネス選手、レイエス選手っていうところが 1,2 番に置かれるような采配になってっていうところでしたけど、この3戦目に関してはどうでしたか。打線もそうですけれども、先発した、ね、山崎幸也なんかもちょっと本来とは違う、今まで見ていた彼の姿っていうのがちょっとこう薄かった感じですかね。なんかもう少しこう淡々と自分のペースでどんどん投げていたのが、なんか全てこうソフトバンクのこう流れというか、彼らのペースでなんか投球していたような感じがしたので、なんか自分のテンポの良さっていうものが、テンポの良さじゃなく、なんかこう間も何にもなく相手のリズムのままこう投げていってしまったような、投げさせられてしまったような、なんかそんな感じに見えましたね。でソフトバンクの中心選手だけではなく、ね、ダウンズに最初の方に入ってきたバッターであるとか、6番7番にいる今宮選手であったら、だからあの辺りの選手がうまくこう機能していくあたりっていうのが打線の厚みとして出てましたよね。まあ、そういった中でいうと、まあ、3戦通して、まあ、日本ハムも主力のピッチャーぶつけていったっていうところですけど、まあ、ソフトバンクでいうと、まあ、毎回きっちり得点を上げていったっていうところが言えるのかなとは思うんですが。そうですね。だからこまめに本当に、少しずつ 1点ずつこうプレッシャーをかけていくような、だからこれがシーズン中のや、ゲームの進め方と違って、こう短期決戦の時に相手にどんどんこうプレッシャーをかけてダメージを与えていく、やれることをしっかりやっていく、
まあ、そういう野球ができたんじゃないかなと思いますけどね。投手陣に関して言うとソフトバンクどういった印象でしたか。まあ、有原投手、バイノですね。だから今出てる先発ピッチャー有原、モイネロ、それで最後はねロアートジュニア、だから彼らがしっかりこう、力を出したっていうことは押され気味なところもありましたけど、やっぱりそこはうまくこう修正したりで相手の守りにうまく、助けられて、だからそういうものっていうのが随所に出たので、だから投球だけじゃなくやっぱり守りでもやっぱり守ったのをうまくカバーしてもらえたっていうことが大きかったんじゃないかなと思います。まあ、そういった意味で言うと日本シリーズに向けて、まあ、対 DeNA っていうところにはなってきますけど、そのソフトバンクと仕上がりだったりとか戦力っていうところはどういうふうにご覧になってらっしゃいますか。打線の強さっていうのは、だこれでおそらく柳田選手もこのファイナルの時に試合に出たことによって、まだ状態が上がってませんけども、ああやって実戦で緊張感のある中での打席に重ねたことによって、なんか日本シリーズでは本来の勝負強さがまた出てきそうにしますので、そうすると柳田あたりがこう鍵になるんじゃないかなと思いますけどね。だそうすると打線ってもう本当に切れるところがなくなってくるので、そうすると、DeNA の投手陣はかなりこうプレッシャーをかけられた中で、戦っていかなきゃいけないのかなというふうに思いますけど、ね、では続いて、まあ、セ・リーグの方も入れていただければと思うんですが、まあ、DeNA 対巨人というカードで、まあ、結果的には DeNA が3連勝した後に2連敗を喫するも最終戦で、まあ、9回勝ち越しタイムリーを打って勝ち上がりというような形になりましたが、このシリーズ振り返ってみて総括としてはまずいかがでしょうか。総括としては DeNA が、こう DeNA ファンの方には申し訳ないんですけども、ああいう流れになって最後の一戦で勝てたっていうのは、これは選手たちにとってすごく大きなこう自信だったと思いますし、チーム力っていうのはこれ一気に上がったんじゃないかなと思いますよね。だからまあ最初の、1,2 戦なんかはファーストステージの勢いそのまま持ってきてセリーグのチャンピオンにぶつかっていくっていう形ができたと思うんですよね。それでジャイアンツが坂本選手の気持ちが入ったプレーから一気にこう流れっていうのを引き寄せてタイに持っていったので、どう考えても最終戦っていうのは当然は東京ドームでやってますし、そういうことを考えても、ジャイアンツ有利だったのも間違いないと思うんですよね。先制も最終戦も先制はジャイアンツがしてっていうところ、そういうところで追いついてゲームをこう最後にね変えてひっくり返して勝ち切れたっていうのは、これはものすごくチーム力が上がったんじゃないかなと思いますけどね。でましてね、エースの東が故障でもうなかなか投げることができない、最初しかもう投げることができなかった。でキャッチャーも当然ね、いや山本が怪我でね、なかなかこう出られないということになってしまいましたが、だからそういう中での不安っていうのに全くこう感じさせなかったっていうのは大きいと思いますね。そういった意味で言うと、まあ単純に4連勝で決めてしまうよりも、このまあ4勝2敗4勝3敗っていうような形になったからこそ、日本シリーズに向けては弾みがついたんじゃないかっていうようなですかね、はい、うん、だから全部をね当然両リーグ全部見られてるわけではないんですけれども、要所要所でこうなんだろう、そういう戦い方ができたりとか、しっかりこう守りきるところは守りきったりとか、だからそういうことができたり、それで山本捕手の代わりに出て、代わりって言ったらですね、戸柱の選手が出ましたけど、彼がしっかりこう打ったりとか、出てくるピッチャーをしっかりこうリードして引っ張ったあたりっていうものを見ても、やっぱりこうチーム力っていうんですかね、こう個々の力じゃなくチームとしてのこう力が上がってきた証拠だと思うので、そういう意味では、まあ、セ・リーグの代表として4シリーズで熱い戦いっていうのはなんか期待できそうな、なんかそんな感じしますよね。まあ、DeNA でいうとやっぱり打線に注目が集まる中だとは思うんですが、まあ、このクライマックスシリーズでいうと3点取ったのが1回だけで、それ以外は2点以内みたいなところでいうと、まあ、なかなかこう打線が機能しない中で投手陣が頑張ったのかなっていうところではあると思うんですが、このあたりに関してはどういったこう要因だったりとかっていうところは考えられると思いますか。はい、まあこういう短期決戦の時にはいいピッチャーがどんどん出てくるので、そんな簡単には打たせてくれないと思うんですけれども、でもやっぱり牧から始まる、まあ一番当然そうですけど、立ち上もそうですけれども、その辺の真ん中あたりの中心にいるバッター陣っていうのは得点はそんなできてませんけど、いいピッチャーが出てくるので、ですけどやっぱり相手へのこうかける重圧とかそういうものっていうのはかなりあると思いますので、これソフトバンクの投手陣もかなりいいですけれども、この後もやっぱりこうあの辺の中軸を中心とした攻撃っていうのは破壊力ありますので、
だからその辺なんかはかなりこうプレッシャーをかけることができるんじゃないかなと思いますけどね。まあ、その投手陣がしっかり抑えられたっていうのも、まあ、打線陣がまあ簡単に流れを明け渡さないような無得点に終わってもしっかりとランナーを出したりとかっていうところがこう結果でこういう展開になったんじゃないかっていうところ、はい、だからピッチャーってやっぱり自分のチームの野手がある程度こう機能したりとか得点してくれるっていう確信があればなんとかこうここ頑張ろうとかここ踏ん張っとけば必ず返してくれるとか例えば1点取られてもここ1点で終わっとけば絶対にこの裏行ってくれるとかそういう信頼感ってありますのでやっぱりこの打線の強さっていうものがやっぱり投手の構成層につながっているのは間違いないです。これが打線が弱かったらピッチャー陣はどんどんプレッシャーの中で投げてくるみたいなので1点与えたらいけないもう次の1点与えたらもう終わりみたいな感じになって投げるのといつでも返してくれるっていう感度感があるのとではもう全く違ってくるのでだからそういうものっていうのはやっぱりこの打線があってこそのピッチャー陣の頑張りにつながったんじゃないかなと思います。まあ、それから対する巨人でいうと、まあリーグ1位で来たところで、まあ、ファイナルステージ敗退という結果になってしまいましたが、このファイナルステージの出来というところは、まあ、巨人目線でいうとどうだったっていうところはありますか、ね、今、ベイスターズの話で同じになってしまいますけども、そう簡単に打てないと思うんですね。そのエース格がこういないにしても、やっぱりみんな一球一球でこう集中して、ミスのないようにっていうことをやったり、シーズン中にやられた思いっていうのを、こういうところで絶対出さないように丁寧にいきますので。こんなこうバカバカ打つような、展開にはなれないと思うんですね。お互いにプレッシャーの中でやるのでなかなかそうやってうまく機能できなかったことが逆に焦りとジャイアンツの方は焦りとなって攻撃の方に出てしまったのかなと思います。で、ね、要所で三浦監督なんかはもう積極的に、深刻な敬遠してどんどん今当たってない、ヘルナンデスとかあの辺にこう打順を回すような感じに作ったりそういうことで思い切って、作戦を立てたことでやっぱりジャイアンツ側からすればその辺もちょっとこう焦りというか出てしまったのかなと思いますけれども、まあ、そういったところが逆に勝率が上回っているがゆえに大事にいってしまうような部分もあったんじゃなかろうかっていうところなんですかね。はい、だからやっぱり上にいるものはやっぱり負けられないというここで落とすわけにはないというそういうこう嫌なこうプレッシャーというかそういうものは当然感じながらやったのは上位のチームでそこをやっぱりファーストから勝ち上がっていった勢いにかなり押されていったんじゃないかなと思うんですけど、ね、まあ、そういった中で DeNA、まあ、ここから日本シリーズに向けてっていう形になるとは思いますがこの日本シリーズに向けてポイントになるようなところというとどういったところが挙げられますかね。短期決戦でなかなかこう、打つことが難しいとはいえ、ソフトバンクはかなりの強力打線ですね。ベイスターズも当然強力打線なんですけども僕はその上を行っているこう何回も出ますけどもやっぱり経験をしてきている強打者がかなりいるのでだからそういう意味では打撃陣の方にはかなり警戒しなければいけないピッチャー陣ベイスターズの方からすればピッチャー陣がどれだけ頑張れるかとかそういう意味ではなんか新聞報道ではあの東がね復帰できるみたいな間に合うみたいな感じで出てますのでだから彼なんかが軸になって今度はだから彼が軸になって引っ張っていってくれるとまあ、シーズン中みたいな時でうまく調整が進んでるかどうかわからないので何とも言えないですけども彼がマウンドに立ってくれることによっての安堵感っていうのは絶対あるはずなのでその辺ちょっとこう期待を持ちながら見たいかなと思います。ただホークスの方の強力打線の方がやっぱり経験値もあるだけにかなりこう怖さがあるんじゃないかなと思いますけど勝ち方を知ってるというか短期決戦の戦い方っていうのはやっぱり熟知しているのはホークスなのかなというふうに思いますけど、まあ、最後に、まあ、日本シリーズの展開というか、まあ、何勝何敗でどっちが勝ちそうだみたいなよくあるやつを伺えるそうですね、ソフトバンクの方が、僕はやはり行くと思いますので極端に言うと一気に行ってもおかしくないと思うんです。ただベイスターズもやっぱりこう勝ち上がっていた勢いというものがあるので、まあ、4勝2敗ぐらいとかまあ、4-3 になるかもしれないですけども大体4-2ぐらいになるんじゃないかなと思って4-2でホークスになるのかななんて僕自身勝手に思ってます。ちょっとパリーグの方が見る機会が多いので普段見てるのでどうしてもなんかパリーグのその強さっていうものをなんかすごく感じてしまってホークスの強さっていうものをすごく感じちゃってますね。まあ、特にこの日本ハム2-3勝っていうところがこの印象としては強いっていうところなんですね。強いですね。そうですね。だからシーズン中はね、五分の戦いをしていたファイターズをあれだけこう圧倒できてしまうっていうのは、だからやっぱりこういうものっていうのは、まあ、経験値だけで測れないんですけども、その今まで経験したものの力っていうものは大きく働くんじゃないかなと思います。